はい、ということで皆さんこんにちは。私がですね、本日からドサンコミセスワドチャンネルで大丈夫ですね、ドサンコミセスマゾチャンネルというですねチャンネルを YouTube で今日からスタートすることになりました。三上まどかです。北海道のですね魅力を発信したり、私の生まれ育った北海道すごくいいところいっぱいあるので、いろんなものを、まあ、この大変な時期なんですけれども発信していけたらなと思うのと、皆さんに元気と勇気を届けられたらなと思って、このような感じで YouTube スタートすることになりました。私自身はですね、2017年にですねミセスジャパンという大会に北海道代表で、まあ、たまたま出る機会があって、でそこから、まあ、その時はですね本当に30人ぐらいのミセスの中でですね行って、でそこから日本大会そして世界大会の方まで出場させていただいた、たまたまそういう経験があって、ミセスって呼ばれることが多かったので、今回のチャンネル名もですねドサンコ北海道の生まれのミセスということで、ドサンコミセスマドチャンネルという形でチャンネルを開設することになりました。でミセスっていうだけあってですね、結婚して子供も3人いますね。上はつい最近大学生を卒業した長男から、今は小3、小4になったですねちび娘までいまして、住んでいます。で今回このチャンネルをなぜ解説をして、なんでやるのかなってなった時に、まあ北海道今いろんなことでちょっと大変ではあるんですけれども、皆さんもご存知の通り、もう美味しい食べ物、そしてこの広大な素敵な景色、今日もですね実はここお昼間なんですけど、すごく天気が良くてですね緑がいっぱいで、そしてやっぱりまあ北海道好きな方日本でも多いと思うんですけど、例えばアジアの方々、そして、まあ、今2番目の娘がですねアメリカの方に実はいるんですけど、やっぱり北海道日本以外の方々にもですねこの北海道の魅力、美味しいものをですね少しずつ皆さんに喜んでいただけるようにお伝えして発信していけたらなと思っています。すごい、もう YouTube こんな感じでですねスタジオちょっと作りながら撮ってもらってるんですけど、もうさっきまですごいグダグダでねすごい緊張しながら、まあ、喋るのが、まあ、得意かと言われたら考えすぎるとあんまり喋れなくなっちゃうので、本当シンプルに自分のですね好きなものとか本当に美味しいものを発信していける番組にできたらなと思っています。ということでここからですねどんなものをじゃあ発信していくのっていう話なんですけど、私自身好きなのがですねやはり北海道の美味しいお菓子だとか、今日もですね午前中地元のからちょっと南の方に行った京都区の方かなに午前中ですね美味しいお菓子屋さんがあるんですけど、そこに行ったり、あとはちょっとドライブがてらですね甘いソフトクリームだとか、本当に北海道乳製品めちゃめちゃ美味しいので、そういったのをおすすめできたり、あとはネットでもね買えるような今こんな時ですので、ぜひ美味しいと思うものをですねネットで買えるようなものも発信しながら、どうでしょう、皆さん甘いもの好きですか？私はですね甘いものも食べますけど、あとお酒なんかも大好きでですね、今ちょっと自宅でねおうち時間を過ごすことが多くなったので、まあ、おうちでちょっとね食べれる飲めるようなものでもいいかなと思ってますし、あとはそうですねちょっと今はこのような形でスタジオなんですけど、北海道は5月ぐらいですね、5月のゴールデンウィークぐらいかなに桜がやっと咲き始めて、だんだん暖かくなっていくので、ちょっとねロケなんかもいいかななんていう話をですねしてますので、外でですね北海道の広大な
今日のようなお天気のいい日にですね、このチャンネルから美味しいものの魅力を発信していければと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ということで、北海道の魅力いっぱいあるから、もうどこまで何を発信していけるかめちゃめちゃ私自身楽しみなんですけど、ぜひこの番組を見て、あ、北海道また行きたいな、北海道好きだなと思っていただければと思います。それではまた次回この続きをやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみに待っててくださいね。バイバーイ。